まりのべっぴんボイスレッスン。今回は姿勢の崩れは指回しで直そうです。疲れが溜まってくると筋肉が緊張して巻き肩になり猫背になり姿勢が崩れてしまいます。そんな時は手足の指を回して筋肉を緩め姿勢を整えましょう。1、2、3、4、5、6、7、8、9、10。左右どちらから始めても構いません。薬指を回すと活動の神経に作用します。今回はリラックスが目的なので薬指は回しません。筋肉が緩むことで肩こりや腰痛の軽減にもつながります。やってみてくださいね。広瀬まりのべっぴんボイスレッスン。